クール駅に3編成並んだアブドット1711から1716、系保科の編成、ほぼ原型であり、中央の編成のみ正面下部にバンパーを装備する、1979年、BE4-4512 号機、新塗装、バンパー付け、全消灯改造前、BE4-4515 号機田の編成、新塗装、バンパー付け、 全消灯及び側面窓改造後 BE4-4 型が推進する BT-1715 制御客車他の編成、新塗装、バンパー付け、全消灯及び側面窓改造後、レーティッシュ鉄道 BE4-4511 から516系電車は、スイスのレーティッシュ鉄道の本線系統で使用される、山岳鉄道用電車である。本では、 本機と編成を組む客車であるアブドット1711から 1716KB2411 から 2416KB2417 から2420があたについても記述する。レーティッシュ鉄道の路線網のあるグラウビュン電ン州の中心地であるクールの近郊輸送及び夏季のハイカーや冬季のスキーヤー輸送のシャトルトレイン用に製造された プッシュプルトレイン用の動力車と専用の客車である。動力車1両と中間客車1から2両、制御客車1両で編成を構成し、1971年に4編成が、1979年に2編成が製造されたほか、1987から88年に中間客車4両が製造されている。製造は動力車の車体と機械部分を FFA、 台車は、シグ、電気部分、主電動機を、サスが、担当。客車は車体を FFA もしくは、スは、台車をシグもしくは、SWP、制御客車の電気部分を、サスが担当している。なお、価格は1971年製造分が一遍、製薬218万スイスフラン。1979年製造分が一遍、製薬197万5千スイスフランである。 サイリス体操制御により1時間定格出力7 7 6ット、牽引力 61kN で、加減速度秒速0.8メートル2の性能を持ち、25パーミルの勾配、駅間平均距離2 5キロメートル、平均停車時間 45S の条件で、表低速度時速4 9トルで運転することを可能にしている。なお、それぞれの基盤と製造年は、 下記の通りであるが、機関車と異なり機体名は付けられていない。BE4、4型の編成中間の連結面、レーティッシュ鉄道標準のネジ式連結器ではなく、次回自動連結器が設置されるアブドット1711から1716、系の伊等室の室内、2016年アブドット1711から1716、系の2等室の室内、2016年。 ありがとうございます。